エルブジの正面玄関、エルブジはスペインのカタルーニャ州コスタブラバのロザスにあった三つ星レストラン。イギリスの雑誌、レストランにおいて5度の世界一のレストランに選ばれており、約50席しかないシートに、世界中から年間200万件もの予約希望が殺到し、世界一予約が取れないレストランと呼ばれていた。料理長はフェラン・アドリア。 バルセロナから車で2時間ほど北にあるロザスという高級リゾート地からさらに7キロメートルほど西のカラモンジョイという入り江を見下ろすリッチにあったレストラン。バルセロナから高速で1時間半の距離。約60から70人という大人数のスタッフでフェラン・アドリアとジュリソレールが経営。独創的な料理を提供し続けるため半年のみ営業して残りの半年間は 新しいメニューの開発という独自営業スタイル。料理はアラカルトではなく、すべてコース料理。品数はとても多く、40皿以上に及ぶこともある。毎シーズン、メニューを一新するので同じ料理は二度と提供されない。またお客は最初に厨房に案内され、見学してから食事を楽しみ、食後に厨房で別れの挨拶をするのがエルブリ流ューのおもてなし。 エスプーマやアルギン酸カプセルを使った調理化学や醤油や柚子など日本の食材を使った斬新な西洋料理で人気を博した。フェラン・アドリアが多忙すぎて自分自身の料理を見失ったとして2012年と2013年に一時休業することを決め2011年7月30日まででレストランとしては閉店した。2014年からはエルブジに隣接して建てられる。 料理の研究機関、エルブジファウンデーションとして活動を再開する予定。店名の由来は、初代オーナーであったハンス・シリングとマルケッタ、シリング夫妻の愛犬が、ブジというフレンチブルドッグだったことから、エルブジにありがとうございます。